レブロン VS ヨキッチ、重い重いです。マジかよ。What's up YouTube。 はい、ということで、いよいよ明日ですね、9時半からかな、西のカンファレンスファイナル、ロサンゼルスレイカーズ VS デンバーナゲッツ。すごくない？マジでレイカーズ、いや、ここまで来たらもういけるでしょ、行ってほしい。むしろで、コンピューターに毎回やらせたんですけど、ちょっと俺もう我慢できない。レイカーズやらせてください。バンデビちゃんがあれか、スタートか、ハッチ、いや、まあいいか、これでいいか。デフォルトのロスターなんですけど、はい、これにしたいと思います。本当コンピューターにやらせるファンの人、本当にごめんなさい。でもこれちょっと俺が購入したゲームなんで、ちょっとやらせてください。まあ明日の予想というよりはね、ちょっとね、デモンストレーションみたいな感じですかね。はい、いいっしょそれってまあいいや、出張。とうとうこの日が来てしまった。うわー、レブロン・ジェームズ、いや、これさ、勝ってさ、ファイナルでさ、レイカーズとボストンが当たったらマジで熱くない？これ名門対決で、俺ボストン好きだしさ、でもレイカーズに勝ってほしい。まあそれなぜならハッチがいるからね。うん、ポートソン白黒いっちゃってるよこれいや、ハッチにチャンピオンリング取ってほしい。もうここまで来たら、いや、もうここまで来たら全然いける可能性ある。次次って、いや、全然あるよこれ、いける可能性。もう分からないよ、カンファレンスファイナルまで来たらどこが優勝するか分かりません。これ一昔前はね、もうウォリアーズの一強みたいな感じとかあったけど、はい、ジャンプかまそうぜレイカーズ。そうで、ボストンと、ツイッターにもつぶやいたけど、ボストンとレイカーズになって 4-3 でレイカーズが勝ってほしい。でハッチがチャンピオンリング取って、間違えました、今のはデイビスでしたね。さあディフェンスだ、あっちはベンチから出てくるぞ。うまい、ちゃんと俺がレイカーズらしいオフェンスを見せれば視聴者も納得してくれるはず。これぐらい、あー、ちょっとすいませんちょっと映さないで、映さないで、分かった、もうちょっと早めに話すんだ。今のはかなり早めで大丈夫、リーブスはシューティングしてくれやがったよ、毎度お決まりの。いや、俺明日リアルタイムで見れないんだよな、さ、かなり残念でしょう、かわいそうな男じゃない。 Go go go、 カモン、レブ、あ、レブ得意なシュートだったのに、止めよう止めよう、えぐり。ただこれヨキチどうすんだよな、これアンソーニー・デイビースちょっと負担が大きいけど、はい、チェック入ってない、あいつはマジいぞ、かまずは、いけ、慣れてんだリーブス、あー打てばよかったね、今もう一回打ちたいんだけど、これぐらい、ほらほらほらね、カモン。やっぱレイカーズは、まあ、ハッチのさ加入ももちろん大きいんだけどさ、リーブスのこの成長がすごいよね。そうだから、レブロンともさ、 AD はもう頑張ってというか活躍して当たり前みたいな感じになってるけどさ、そういえば今日さ、え、部屋中から雲がめちゃめちゃ出てくる夢見たんだけど、超怖かった、すげえ話の振り幅すげえバンダミちゃん、そうバンダミのディフェンスもいいしね、あっぽい、ショータイムだ、見せてやる俺が、セイ、あ、外したわ、あ、入った、レイカーズらしいプレーを心がけます、なので応援してください、セイ、よし。 NBA ガチ勢からしたら俺の思想もう、まあ、考えられないんだ、ブチ切られちゃうよ俺、あれすぐ怒んだもん、あの人たち、これだけでブストンファイムとか言われちゃうよ、危ない、あいつここでイケイケレイブス、デビス、よし、今のところ順調、いや、ないでしょそれ、僕さんとしろ、よし、リーローのシュートタイミング分かんねえんだよ、バンダミー
た来た来た来た。右目の出すの忘れてた。まあ、どっちでもいいけど。ああ打つかー。うわー危ねえ。危ねえよ。エディかけろ。うえ。いいじゃんいいじゃんいいじゃん。ナイスプレー。リローの存在も大きいしね。思わずタイムアウトだよ、これ。な。さあ、ディフェンスだ。AD に結構かかってるかな、これ。止めてるよ、止めれてる、止めれてる。OK、止めた、止めた。ただ、あれ決めていくかな、現実。行ってこい。さすが AD ガラス細工だぜ。いや、もうハッチ、こんなチャンスないと思うぞ、俺。歴史的瞬間。あ、向こう。あ、あーん。オッケーオッケー、入ってない入ってない。チャンスだよ、ここ。叩いていけ、叩いていけ。うえ。ディフェンス。あー、うざい。うまい。強いぞこのチーム。本当にシーズン7位だっけ。信じられるか。向こうのヒートもすごいもんだ。俺でもあのカンファレンスファイナルは向こうの方がちょっとあの気になるけどね。うわいよりレイカーあじゃねボストンとヒートって熱すぎでしょ。いやまあここあ8出てきた。まあヨキチをどうするかだよなこいつ。止められない選手の一人ですかね。もう8打っちゃうよ。おすげえ8みなしご8どうするのビーズリー。あー惜しい。かますわ。おお決めた。さすが。いいよエナジー全開だよ。後ろいます。大丈夫です。取った。ハチハチかませ。ハチさあ熱い展開になってきました。明日もこうなってほしい。ナゲッツを倒すんだ。いけ。ふぅ。カモン？あ、頭入んねえこれ。タイミング分かんねえんだよ。もう20秒ね。はい、グリ。こいつめんどくせずなかなか。ただこれ今調子いいけど、あー。オッケーオッケー。あー、ムカつく。あっち行こうか。おー、変なシュートになったけど、おー。はい、集中。10点差だからまだ全然油断はできませんね、これ。なんでこんなマッチアップになった？チェック入ってる。オッケー。危ねえ、ゴーゴーゴー。危ない、取られちゃう。危ねえ。いけるだろハッチ、かませよ。あともうちょっと、もう一回ハッチ、これはいくだろう。ハッチめ、かましてくれこれマジで。熱いぞハッチ。グリグリグリ。あっち帰ってるよ。ボックスアウトしっかり出たよ。スタッフ畑よし聞いた。打っちゃうよ。あ、うわすごい。
しい。あっち熱すぎます。落とすのバンバデフォルトのあのロスターなんで俺。あっち、うえ、いや、いいディフェンスする。あー、ブロックされた。おい、なんだそれ。取れるよ。分かってたよ。ノーブネイ。落ち着け。うい。落ち着け。八かませ。あー、これ入んねえや。まあ、ハッチらしかった今。まずいまずいまずい。救世主バンバ。うま。ふぅ。ハッチ？ハッチ？あー、外した。飛ぶな、ハッチ。いや、カンファレンスパネルで大活躍したらね、レブロンもご満悦ですよ。もうきついこれ。あ、グリーン。これ俺が操作しなかったらハッチとか何もしないかんな、ほんと。ハッチ下がった。うえ。あー、惜しい。あー、らしさは出てた。おい、オーケー。レブロンナイスカバー。ちょっとレブロンで行きたいな。ここでね、おい、いや、本気のレブロンが見れるよ、もう。あー、簡単にやられんじゃねえかよ。27対15。ちょっとこのまま逃げたいですね。リーローでもうちょっと俺行きたいんだけどな。こいつのシュートタイミング難しいんだよ。トトスのバンバ。あー、今パス出したのに後ろ。リーローのシュートタイミング覚えれば、3手本結構入るからさ。練習しときゃよかったよ、シューティング。あー、うちのマイケルであれやられまくったんだよね。ガモっぽい。うわ、すげえ。これはやばい。ユーロからのダブルクラッチ。リーローらしさ出てただろ今。わあ、すげえ。レブロンが本気だ。止める、大丈夫。うちのレブ。ああ、それついてない。よし、いいぞ。あ、ぽい。ち、俺が操作してんだけど。めちゃめちゃぽかったろ今。あとはリーブス、お前だ。もうちょっとリーブスでも行きたいですね。グリ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 。チェック入ってる。何、うわ、悪い子。いや、でも明日全然コロナになる可能性あるかんね、普通に。もういや、ここまで来たらもうさ、いけるよ。どこ勝ってもおかしくないから、もうもうシーズンの順位なんて関係ないです、完全に。これもう分かったでしょ。ちょっと待ってくれ。やばいだろこれ。ちょっとこれ順々チェックでしょ、さすがに。マイケリアじゃないけど、ストップストップ。こんなことできちゃうのこれ。どうやってやった今これ。フローターからのチェンジしてきて、ちょ、ここからだと見にくいな。バゲモンじゃん、ビーチやんこれ。ここから、あ、脇の下表意ではないんだ。ってなったよね。シュートじゃないんだもんこれ。かわしてこのままさ、いけるだろ、レイアップ。シュ、え、これっていいんだよね、ゴールの上と。え、大丈夫だよね。なんか、なんかそういう罰ないよね。罰。ちょっ
ちょ、画角が難しいんだけど、これこうか。うわ、これはもうよくわかりませんね。解説のしようがないです、これ。ポンプフェイク、ドライブして、フロータからの、うわ、これ、この発想になかなか至らないけどな。AD もよく気づいたよ、これ。そりゃ思わずタイムアウトだよ。おい、なんであいつらと。そうなるでしょう。ハッチはまだ下がったままですかね。え、グリーン簡単にいかれちゃったよ。間違えたボタン、危ねえ。レブ可愛かったね今な。いや大丈夫大丈夫、今翌日休みだから、お休み中だから、お休みマンだ。あ、来いトムブラ。しゃあない、これは。あー、それがね、入ってないんですよね、いまいち。かますだろ、これ。と見せかけ。おいバンダビちゃん、これいいね、ナイスシェ。まあ操作しても分かる通りね、もうこれ普通に強いです、レイカーズ。はい、いけます、勝てます。ああここさ、でもゲーム7とかまでいっちゃったらちょっときついよね。なんかこれぐらい、あ、惜しい惜しい惜しい。でもタイミングがもう分かったから、早朝順々だったら決めてた。あれ、バンダビなら大丈夫。はい、ナイチェー。何あのステップバックかっこいいな。あー、ぽい。あー、惜しい。いいね。15番、あ、取れるよ、これ。しゃあない、もうそれ、捨てる。決めるか。まだ油断はできません。ちょっと AD かけろ。おぉ。これぐらい？あー、ちょっと早いな、今度は。エアボールかよ。おぉ！やっぱり AD だ。AK ガラス細工。これぐらい？あ、ダメだ、外したわ。すいません。レブロのタイミングもちょっとためるのかな？そんな気がしてきた。あー、そう、俺操作してません。止めよう。このまま逃げ切るんだ。そしてお疲れかずって言おう、みんなで。そうだよ、ハッチがいるんだからさ、レイカーズアンチもちょっと盛り上がってくださいよ。リバウンド、うっす、うまい。え、外すの、これぐらい。ちょっとわかんねえんだよなあいつ。入るはずなんだけどな、ちゃんとメーター合えば。はい、グリレブロン VS ヨキッチ、重い重いです。マジかよ、やっぱマイキャリアレイカーズ入ればよかったかな。ハッチもいるしね。あら、ちょっと長すぎた。止めよう止めよう、迷ってる迷ってる。いいよ、大丈夫、バンダビ進歩。おい、ヨキッチ対策もバッチリです。あ、外すか。取れんじゃね、落ち着け、ポップちゃん。
ポプちゃんレイカーズいたよで。どうする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 。どうするあー、ヨキッチさん、やばい、ヨキッチさんが。いやちょっとそのシュートはない。スマートにいってくれ、もっと得点が止まってます。はい、グリ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 、うぅほらほぅ、まあ俺じゃないんだけどね。いくぞこいつは。いいね、このイケイケがいいんだよね、リーブス顔で似合わず。まあ操作してるの俺なんだけど。はい、なんつう、今マッチアップがとんでもないことになってます。ちょっと、あーもう今日 AD の日だな、ノリノリだ。あ、ハッチ出てきた、飛ばねえんだ。ほら AD、 そうだよ、 AD がこの感じならいけるぞ。俺が操作しなかったらハッチ一本も打たないかな、多分シュート。それを見てても面白くないでしょ、ひたすら AD とレブロンが攻めるっていう。おれちょっと AD が無双してます。どういうパスだそれ、ハッチそんなパスしないか。やばい、パンツ、ちょっと邪魔邪魔。強い、歩いたっぽかったけど大丈夫。 AD 無双が始まってる。我慢、うん、しょうがない。バンダビちゃん、バンダビちゃん、わかんないタイミングお、入った、シンプルでした意外と。さっさっ、いいよ、全員ファイアしてる。ナゲッツは怖くないぞ、そういうマインドでいかなくちゃ。リバウンド、よし、 AD がやっぱすごいな、大車輪の活躍ですね。かけろ、パッチ入ったらやばいよ。おう、落ち着け落ち着け、止めよ止めよ。あ、パス出すんだ、そこ甘いです。 AD がいればなんとかなる、気づかせてくれました AD が。間違えた、かけろ。しょうがない、打つしかない。ちょっと無理なシュートでしたね。こっちだ、読んでる、あ、ゴール。おお、叩き落としていく、強いぞ。3ピリでこの点数ってどういうことだよな。7分だっけこれ、何分でやってんだっけ。もう一回もう一回もう一回、ハーチハーチ、止める、 OK、 ファールっぽかったけど最高。第4クォーター、あー全然ダメだこれ、わかんねえ、なんだ今のシュート、2段階右折だ、カクカクってなったもん。どこ行くんだよ、あ、やばいやばい、ディフェンスがどうなってんの。あー、いいチェックじゃないこれで、前入られる、下畑、はあ、ハッチ下畑いちゃいました思いっきし膝を押しました、空中で。リバウンドね、あ、レブロンも出てきた、
ハチレブロンコンビみたいな夢の。あ、取れる。あー、ミスった。今ハッチンパス出そうと思ったんだけどな。ドンピシャ。おう、あー、オッケー、グリー、幻のバンチャー。あー、無理。あー、ちょ、無理か、これも。あおい、ぐる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 、パンツ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 。よし、パンツの呪い聞いた。落ち着け。はーち、結構外してんな。はい、チャージング。だから、それぐらい強気でいかないと。リバウンド。あー、もうリバウンドがやっぱ強いよ。ちょっとや、怖いな。落ち着け。ふぅ、ぽくない。あー、惜しい。シューティングしとくりやがって、毎回思うけど、それ忘れちゃうんだよね。でも、そしたらこれもっとぼこしてるってことだよな。あー、あー、まずい。ちょっと追いつかれてる。レブ、まずい、まずい、まずい。一回定位置につこう。やばい、ここ非常にまずい。マッチアップが。どうする、変わる。あそこ外せ。うわー、タイムアウトだこれ。こいつら急に来たな。メンツがおかしいんだよな。一回スターターにしてからバンダビ、ちょっとハッチに変えよう。これぐらい入んないね。チェック来られてたから。まずい、まずい、まずい。止めろ、止めろ、止めろ、止めろ。5点差だよこれ。え、ファール、うそ、マジかよ。チャレンジコールすりゃよかった。うわー、痛い。これはきっちり3本決めてきやがった。やばい、得点が止まってますね。A1! これがレブロン・ジェームズ、キング、キング。フリースロー決めてよ。はい、あ、外した。ナイスショ。大事なところで決めるキング。大事なところで決めキング。うまい。さあ、どうする。間違えちゃった。間違えちゃった。違う。あ、ボタン。あ、でも長押ししちゃったのか。だから前行っちゃったのか。それ取れるよな、あれ。さすがレッブ。お、うまい。どこ？だこいつら。なるんだろうなと思ってたけど。あれ外すか。まずい、まずい、まずい。止めたでしょ。よし、落ち着け。ちょっとハッチにこだわりすぎか。レッブかけようか。これがレッブ。キングが本気出したぞ、怖いぞ。止めよう、止めよう。いや、安い。あ、くそ。
AD かけろ、落ち着け。あー、おー、ラッキーラッキーラッキー、オッケー。ハッチ8点だって、素晴らしい。おー、危ねえ。おー、来ないんかい。できんだよな、こいつらな。相当これ苦戦するぞ、レイカーズ。OK。何やねん、それ。やばい、残り1分半。102対101とかで本当にありそうだよ、これ。明日。落ち着け。一回 AD に出して。危ねえ、間違えちゃったよ。時間ないな。すげえショック受けてんじゃん。よく決まったな、あれ。決めたい。ハッチ様様、めちゃめちゃでかい今のは。いや、ちょっとここもダメ。ヨッチに、ヨッチポンポン TV って言ったよな、ヨッチ元気かな。あ、え、もしかして、おお、危ねえ、同じことやれると思った。ヨッチ、リッチャン、マッチャンみたいな、なんかいたよね。何やってんだろ今。やってるか、普通に。結構いるもんね、登録者ね。もう500万人ぐらい多分いるよね、でも。本当に。すごいよね、なんか、あの人たち。いいよ、そんな話、最後。あ、ハッチ下げるの、ここで。ちょっと、出してよ。かますわ。ファールもらっていく。ちょっとハッチ出そうよ。最後ね。あれ変えられないんだけど。ごめん、バンダビちゃん。はっ。あれ、出てない？あ、出た出た。はっ、よし、これは勝ちじゃ。あ、やべえ、うわー、マジ、あのタイミングで打たれると思わなかった。全然わかんねえじゃん、これ。本当はレブロンで行きたいんだけどな。かけろ、残り10秒ね。来い。うわー、まさにキング。うえ、勝てるぞ。3だけ手挙げて、いい、そこは OK。 あー、すぐ前に出したのに。これぐらい、よし、勝った。せい、おい、いや、まあ大丈夫でしょう。お、よけちゃ運んでくれてありがとう。決めさせねえよ。お、叫んだ。素晴らしい勝利ですね、これ。どこで来る？イエーイ。60対56って。4点差でレイカーズが明日勝ちます。ちょっと後半詰められるけど。いや、なんだよ、結局お前シミュレーションみたいなのしてんじゃねえかよ。いやー、気持ちよかったな。最後危なかったけど。あ、ヨキッチ20得点19リバウンド3がなんかそこまで当たってなかったね。いや、マイケリアのあいつらが当たりすぎなんだよ。対するうちも3全く入ってません。オースティン・リーブスの1本だけですね、これ。嘘。やっぱ AD の存在大きいね。で、ハッチ11点泥臭くね。はい、結構攻めたかな。はい、ということで結果は60対56なので、明日はプラス50点ぐらいか、多分110対106で。ということで、こんな感じで明日楽しみですね。ちょっとリアルタイムで俺は見れないんですけど、だ、あの、情報遮断してね、アーカイブでゆっくり見たいと思います。ということで、皆さん、ナゲッツファンの人もね、もちろんいると思うんですけど、はい、やっぱハッチに行ってほしいでしょ、これはね。ちょっとナゲッツファンこそ複雑な気持ちじゃない、これ。よいしょー。